クレモンティーヌはフランスの歌手。1988年にシングルアブソルマン・ジャズをリリースしてデビュー。歌手として多くの音源をリリースするほか、n h k ーテレ、テレビでフランス語の毎月最終週に放送されているディベルティスマンに出演するなどしている。娘のソリータも歌手でクレモンティーヌの作品によく参加している。パリに生まれる。 父親の転勤でメキシコをはじめとする世界中に移住し、ボサノバや各国の音楽に触れて育つ。10歳の頃、フランスに戻り、ピアノを習い始める。1987年にデモテープを送ったことが、きっかけで、ジョニー・グリフィンやベンシドランらと一緒にレコーディングをすることとなった。1988年、フランス CBS から、シングル、 アブソルマンジャズをリリース。その後日本のソニーミュージックエンタテインメントと契約し、多くのシングル、アルバムをリリース。2004年には、チューブのシーズン・イン・ザ・サンをカバーし、午前4時からのフジテレビ系ニュース番組メザーに、ゆで、テーマ曲として起用された。2005年には、東芝 EMI に移籍したが、2008年に、再び、 ソニーミュージックエンタテインメントと契約した。2009年から4年間、京都市名誉親善大使に任命される。2010年8月1日には、サントリー、オールフリー CM で、アニメンティーヌ収録の、天才、バカボンの OP のボサノババージョンが起用された。好きなアニメは、天才、バカボン、キャンディキャンディなど。2010年9月23日に、ナックファイブの、 レターズにゲスト出演した際にも答えている。ありがとうございます。